では EX クラスの第2ヒート、それではスタートいたします。さあ EX クラスの第2ヒート目にエクレスの方は映っております。さあ注目の1周目、ちょっとクラッシュがあった隙にグリーンのマシンですね、コース右セクション。さあまずはトップ争い、現在バックサイト走行中、カズキ1番太田選手がレースリーダー、2番手にカズキ4番柳沢選手。さあただいまコース上走行しておりますラジコンカー、東証株式会社が発売されていますミニッツというですね、全て組み立て完成済みのラジコンカーです。動力源としましてはですね、小型のモーターと単4のアルカリ電池4本でですね走行可能となっているラジコンカーです。おもちゃのラジコンカーとは違ってですね、ステアリング、スロットルもですね忠実に動くようですね作られております。ちょうどですね、こちらのメインコースの奥、展示台の上でですね、東証の新製品パンフレットの方をお配りしていますので、ね、もしラジコンカーに興味の方いらっしゃいましたら、無料配布しております。お手元に取ってご確認の方をお願いいたします。さあ、レースの方は残り時間1分です。トップ、川崎県は柳沢選手、レースリーダー。さあ、グリーンのフラッグをつけたマシンですね、コース右セクション走行中、レフトとシルバーのマシン、現在バックサイト走行中。さあこのカートップ変わって川崎県1番太田選手に変わりました。しかしまたこの周回トップ変わったか、川崎県4番柳沢選手がレースリーダー、2番手1コース太田選手、残り時間25秒。残り時間まもなく15秒。さあ、まもなく残り時間5秒になります。トップ、風邪君は柳沢選手、予選第1ラウンド暫定トップタイムをマークしている選手ですね。10周をしています。5コースゴールです。5コースゴール、2コースゴール、4コースゴール、レース続行中です。4コース、5コース、2コースがゴール、1コースゴール、全車ゴールです。トップホール4コース、柳沢選手、ください。はい、九州の2分7秒600で、第2ラウンドをトップゴールを果たしました。おめでとうございます。